プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は釧路デキレイはリタライフの提供でお送りします。水素風呂って知っていますか？水素風呂リタライフは操作も簡単。レンタルなのでご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで心も体もポッカポカ。釧路できれいはリタライフで検索。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、マスターこと賛否両論笠原雅宏です。マスター、まずはあの、はい、先週の、はい、ジョン・カビラさん。ジョン・カビラさんは楽天カードマンじゃなかったってことですね。そうですね、失礼いたしました。ジョン・カビラさんはお兄様でしたね。そうですね、私あの両方ともお仕事をしてるんで、あのごちゃ混ぜになってましたが、はい、ジョン・カビラさんがお兄さんで、ね、はい、ちょっとダンディーな感じ で楽天カードマンは弟さんのカビラさん、ジエさんですね。そうですね、失礼いたしました。まあ、これはね、あの兄弟なんで、はい、あのよく間違われるまあ、あるんじゃないですか、まあですね、私以外にも、ね、私もだって分かってなかったですもん。まあ、昔で言えばあのさつきみどりさんと小松みどりさんがあのなんで兄弟なのにみどりの方が一緒なんだみたいなのとかね。まあ、そういうそれぐらいのレベルだと思いますので許してください。そうですね、そうですね、はい、大丈夫ですね、はい、失礼いたしました、はい、いえいえ、もし今度会ったら謝っときますね、直接。でもね、お二人ともね知ってらっしゃるからね、まあ、あのお仕事させてもらったことありますので、ね、うん、そうですよね、まあ、あの笑い話で終わると思います、はいはい、失礼いたしました、はい。ということで、では今週も始めてまいりましょう、はい、よろしくお願いします。ということで、マスターの、はい、緊急事態宣言が、ね、はい、2ヶ月ぶり、そうですね、約あ、まあね、4月中旬、4月中旬、1ヶ月半ですよ、1ヶ月半ぐらいですかね、イメージとしてはね、うんうん、ただもう3月の下旬ぐらいからどんどんこう自粛だったり、まあ結局世の中がそうなってますね。そうですよね、うちもなんとなくあれって思ってね、うん、あの、うんうん、お客さんのキャンセルも相次いでましたし、そうですよね、まあ、そういう雰囲気になってましたからね。まあ本当だから皆さんもいろんなことに気づいたりとか、うん、なんかね、世の中が変わったりとかしたと、まあ、見方がすごく変わったんじゃないかなっていう、うん、この1ヶ月半ぐらいで、うん、だからいいやつ、あのね、あの、まあ、いいことではなかったと思うんですけれども、うん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 、でも僕はだからこういう、なんて言ったら性格的にね、はい、マイナスにばか捉えないで、うん、プラスに捉えようと思うんで、はい、この時期にそういろんなもん気づいたし、うん、考え方も変わったし、うん、とにかくね、暇だったんだよ。うん、やっぱしはね、お店に、ね、ある程度の時間来なかったでしょ、はい、でね、イベントとかもあんなにいつも忙しい忙しいって言ってます。イベントとかほとんどなくなったでしょ。そうですよね、だレシピを出せとかいうのもちょっとせかされるのもなくさ、あ、まあ連載のお仕事とかはあったけれども、まあ普通のペースに比べればほんとゆったりだったから、ちょっと余裕を持ってできたぐらい、うん、だから趣味がないからさ、変わっちゃってさ、まあ家では料理してたけど、うんうんうん、だから僕の中で、まあ、2つ大きく変わったとは、はい、ことが、はい、まずですね、はい、まあ、長女もね、うん、たまに料理を作ったわけですよ。まあ、みんな暇だから。次女は次女でね、お菓子にハマって。なるほどなるほど。やたらお菓子を作ってくれて。で長女はすごいタイ料理とかが好きなの。ああ、ね。なんか今時の若者みたいな。まあね、うんうん、で僕パクチーが苦手だから。ああ。自分からタイ料理屋さんになって。マスターには苦手なものあるんだ。そうよ。僕あんまりほら職業柄これが嫌いとか言わないようにしてるんだけど、うんうん、やっぱあんまり得意じゃないのよパクチーが。でもタイ料理とかって大体入ってんじゃん、うんうん、だから自分からはタイ料理って行かなかったのね、うん、でも長女は好きなのよ。で家で作るのなんかタイ料理をトモヤムくんの元とか売ってんのよ。はい、うん、ちょっとそれを、ね、匂いなんですかね、ね、散々、はい、まあ、せっかく作ってくれたからって食べてるうちに、はい、うん、パクチーが大丈夫になりました。すごい、それそれはすごい、うん、大きな変化じゃないですか。そうね、え、まずこれが一つですね、うん、だから、まあ、パクチーって意外と食べれるなと、むしろだんだんパクチーが入ってないとちょっと物足りなくなってきちゃって、おパクチーもうちょっと入れてくれよみたいな。すごいすごい、そう、そんぐらいな変化、それはすごい変化、すごいでしょ、うん、結構ハードル高いじゃないですか、うん、パクチーってそう、ね、だから、あ、なんだろう、やっぱなんだろうね、タイ料理のあの感じにはやっぱ入ってると合うんだね、うんうんうん、だから料理って面白いなと思いましたよ。だからパクチー単体だけ食べてたら絶対おいしくないんだけど、うん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 、あのなんとも言えない甘酸っぱ辛いみたいな味付けのも多いじゃん、うんうんうん、ちょっと酸味の強いね、あれになんかパクチーって合うんだなっていうのがまあ一個ですね、うんうん、でもう一個は久々にテレビをいっぱい見たんで、ね、
そしたらさテレビもさ、はい、やっぱほら収録とかできないからさ、やったらさ総集編とかさ、はい、過去にやったさ、うん、ねやつとかが、うんうん、ねまあそれでも俺もともとテレビ見なかったからさ、はい、まあなんとなく面白く見てたんだけど、うん、今って本当にクイズ番組が多いなと思ったの。なるほど、すごい頭のいいさ最近タレントさんとか多いじゃん、うん、はい、高学歴のね芸人さんとか、うん、多いですね。あとあのそれこそ東大の人たちとかさ、はい、でやっぱあれ見てるとさ、うん、自分も解きたくなるじゃんそれなりに、はい、でも悔しいわけよあの本当に自分の苦手なとこだったらもう俺もね、うん、そんな科学な物理だとか苦手なんだけど、うん、例えばさ漢字とかさ、はい、ね、一応俺も日本料理やってるし、あそっか、料理関係の話とかさ、あ魚辺のやつとか、ね、日本の歴史のこととかさ、ね、それはねちょっと読めなかったら悔しいわけ、うん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 、まあ、漢字が読めないとか、うん、あとちょっとそういう知らなかったり、はい、結構競い合って答えたけよ、うん、子供と、ね、家でね、家で、うん、これであ俺これやっぱダメだなと思って、まあまあやっぱ料理のことは答えられるんだけど、うん、やっぱ漢字とかが、うん、まあ、すっごい難しいとか出てくるんだけれども、でもね日本料理やってたら、ね、野菜もそうか漢字だとこう書くんだなぐらいやっぱねやっぱ知らなきゃなと思って毎日漢字ばっか書いてたの。すごい、家で、へ、こんなにねただで勉強になることないですよ、うん、だって今さおかげさまでさスマホを引いたら、うん、全部難しい漢字が出てくるわけ、ね、それでしかも俺目より老眼じゃんスマホだとこう大きくなるわけよウィーンってはい、はい、ね、これがいいわけ。辞書国語辞典はちっちゃすぎてもう俺には読めないのよそれこそなんかはずきルーペとかかけないと見えないっていうね。そうそうそう、家にね国語辞典、それで国語辞典を読んで書こうと思ったけど、はい、ちっちゃすぎてうわ無理だと思って、ちっちゃい点とかがね分かんないですよね、ちっちゃいのよ、2つなのか3つなのかとかね、棒が何本かとか知りたいじゃん、そう、ね、うん、そうそう、スマホをさウィーンってでかくなるじゃん指で指で拡大するとね、これは便利だと思って、うん、で片っ端からね、なんか自分の興味のある花の名前とか野菜の名前を漢字で引いてさ、でさもう捨てるような紙でいいのよ、うん、要は、うんうんうん、もうそれにひたすら書くのでかく、すごい、これはね昔俺が言ってた塾の先生が言ってたことを思い出して、うん、漢字をねでかく書けって言われたの。ちっちゃいノートにね、うん、何個何個も細かいの書くよりも、はい、新聞紙ぐらいでかいところにうわーって習字並みにそう一回書いた方が絶対覚えるってここが何本とかね、あだそれを覚え出して、うんうんうん、もうひたすらマジックでさいっぱいいっぱい書いてる。へー、何やってんのお父さんって言われなかった？いやだから漢字の勉強、あ一緒にやってたの？当たり前だ、お前らも勉強してやれって。へえ、だから逆にね、うん、こまあ長女とか次女それなりに勉強するけどさ、うんうん、長男って本当は勉強しないから、ね、分かるか、うん、学生の時っていうのはね勉強なんてめんどくせえと思うけど、うん、大人になるとみんなそれこそねお金払って英会話スクール行ったりするんだぞ、ね、バカらしいと思わねえかと、ね、学校行って教えてもらってるうちにね、うん、勉強しとくも将来こんなことしなくていいんだぞ、うん、というね説教を、ね、言いながら俺がやってるところを見せつけて、うんうんうん、でも面白いですよ、なんかね、じゃあそれで知識もまた豊富になったってこと？そうそうそう、豊富になるし、うん、やっぱねなんか物を覚えるって久々に楽しいですね。あ、まあ要は脳活になるって言いますもんね、うん、だから料理なんかはさ、うん、新しいのを覚えたいとか言って、まあ、それは常にそういう勉強もしてるしさ、うん、いろいろ人に教わったりするけどさ、うん、なんか久々にさ勉強的なことをさ、うん、ね、机に座ってすごいなってやったから、これだからね、あの、うん、聞いてるね、あのリスナーの皆さんにね、あのまあ大人の方もいいけど、うん、お子さんとかに、ね、あ漢字は知っといて損にならないから。そうですね、なんかほら英語とか今って喋れた方がいいよって言うけど、うん、まずはやっぱりこう日本の文化だったり漢字だったりをしっかり覚えられるとねいいですよね。そう、これはね どっちを取るかなの、うん、英語も当然喋れるようだからかっこいいよ。もちろん俺だって喋りたい、うん、私も喋りたい、ね、かっこいいじゃん英会話、はい、ね、海外行ってもベラベラってこうね、うん、やりたいんだけどね、ダメじゃん、うん、でね、どれを取るかっていう時に僕は日本料理って仕事やってるっていうのもあるし、はい、やっぱり日本のことをきちんと知っておいた方がまずは日本人としてかっこいいなと思って、うん、まあ、漢字だなと、うん、今すごいですよ僕の漢字力、でもなんかそれは親子で楽しみながら勉強できますね、うん、だとにかくね、うん、ここでね、その本当塾の先生が言ってたね、まあ、でかく書く、これ大事ですね。あとね、1日にそんな欲張らない、うん、
あ、3つでいいんだよ、もう本当。あ、極端の覚え方、3つぐらい、せいぜいこの年の脳みそが覚えるよ。まあそれで覚えていくってことで、何回も書くってこと。そうそうそう、ひたすらもう1日3つ程度にしといたって、うん、1ヶ月でさ、ね、30日やったら90個覚えられるわけでしょ。そっか、とまあまあいいよ。うーん、あとね、もう1個コツはね、同じような字をね、うん、1日に選ばない方がいいね。あ、違うタイプが覚えられる、はいはいはい、だから全部が魚編とか。そうそうそう、俺のコツはね、今回それが分かった。なるほどなるほど、うん、わざと違うタイプを3つぐらい選んで、その日一日そればっか書いてると。じゃあ一つが野菜だと、野菜、魚、お花とか、そういう種類にして覚えるんだ、うん、例えばさ、一日でさ、植物ばっか行くとほとんど奇変だったりするわけ。そうね、そうね、そうね、ちょっとごちゃ混ぜになる、なるなる、分かんなくなっちゃう、覚えられない。だからこれはね、あのお子さんが漢字をね覚えたいというお父さんお母さん、笠原学習法です。笠原学習法ね、うん、でかく書く、一日に欲張らないね、3つぐらい、うんうん、ね、違うタイプ、これです。下手な漢字ドリルとかよりも全然いいですね。わざわざ買ってきてやる必要もないし。だってね、うん、まあほら、お子さんだったら漢字ドリルとかいいと思うけど、うんうん、俺ら大体スマホ持ってるでしょ。そうね、なんかただで、ただというかさ、そうね、ウィーンって広がるし。え、一番難しかった漢字は何ですか。じゃあね、リカ、うん、さんに書いてあげる、俺の最近の、じゃあ覚えたので、ここにじゃあお願いします。最近覚えた感じですか。じゃあ、ね、うん、もうだってあの東大王とかああいうの見てるともう難しすぎて、うん、例えばこれなんても難しいよ。これは全然わかんないです。でこの、うん、わかんない。これツツジ、ツツジ、ツツジ、この数字読めないよね。読めないし、しかもこれに関して言えばさ、足編なんだ、足編だからね、両方ねえ、うん、不思議。あー、なるほど、うん、いやちょっと面白いかもしれないですね、これ。うん、じゃあ笠原学習法で皆さん、笠原学習法、ね、漢字を覚えて。まあでもね、また少しずつ学校もみんな始まったりとかね、うん、するので、まあただやっぱりそんなにこう両手広げて出かけてくださいってわけではないから。そうよ、だからまだ ね、まだちょっとね、油断しちゃいけない時期ですからね。うん、ちょっとこういう時間を、まあ週末とか多分一緒にいる時間がまた増えると思うし、うん、ちょっとこういう勉強法は、うん、なんかやっぱり宿題を出されてやらなきゃってなるとなかなかこうできなかったりとかするんだけど、うん、とか楽しくやれると覚えられるからいいかもしれないですね。お互いにこうクイズ出し合うみたいな。そうそう、しかももう何ね、当然こうね、うん、僕の言うが別にね、今度テストがあるわけでも、うん、宿題でもないんだよ。うんうんうん、もうこんなの心のどっかにやましい、うん、女の子に笠原さん素敵って言われるかなっていうやましい気持ちもあるの。そんなもんですよ。なるほどね。知識をつけといてね。知識をつけといて。いや、マスターすごいとかって言われると、うん、ちょっとそうでしょっていうね、ネタですね。もしね、うん、もしね、はい、何かがあって、うん、ああいう難しいクイズ番組に呼ばれた時で。ないと思うんだけど。練習じゃないですか。もしかしたら役に立つかもしれないじゃん。そうですよ。マスターでも出る可能性あるじゃないですか、あのね。いやいやいや、基本的には僕は料理番組しか出ないようにしてますけど、うん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 、ね、ラジオ以外は料理番組しか出ないようにしてますけど。でもね、もしかしたらそういうこともあるかもしれないからね。ね、それでちょっとかっこいいじゃないですか。そう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 、料理人で漢字も長けてるなったら、ね、そういう準備はしといた方がいいです。ではじゃあ皆さんもね、ちょっとこういった笠原学習法でやってみてください、はい、プレミアム B ライフ、千恵先生、テルミー、はい、ということで今週は小高千恵先生をお迎えしてお届けしていきます。はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いよいよ待ちに待ったと言ったらおかしいんですけども、ね、緊急事態宣言が、はい、まあ、解除されて、はい、で少しこう私が見る限り結構二極に分かれてるんじゃないかなって思うんですよね。少し、まあ、楽観って言ったらおかしいですけど、まあね、開放的にやったって思う、よかったなと思って、ちょっとやっこう街に出る人と、いやいやいや、もうビクビクしてもう怖いからまだまだ出れないわっていう、まだまだ早いんじゃないっていう派と、
もういいんじゃないっていう派の、うん、まあ、ある程度なんかこう二極になってる気がするんですけども。そうですね、やっぱその中で人々の考え方がこうみんな違ってくるじゃないですか、うん、はい、そういうところで今ね、ああいう自粛警察っていう言葉が生まれたりとか、うん、こう、まあ、マスクしてない人を攻撃するとかっていうことがこう、はい、起きてきてると思うんですけど、はいはい、そういった心理っていうのは、はい、どうして生まれるんですかね。あのやっぱり人間って、うん、あの分からないことに対しての恐怖心ってすごく多いと思うんですね。で今あの、ま、テレビとかでもね、あのコメンテーターの方だったり、もちろん専門家の先生いろいろお話ししてますけど、やっぱり未知のものなので、誰もがあの誰もがその答えを知っているわけではないから、うん、だから何を信じていいのかが分からなくなってるっていうところ。でどうしても私たちはその同調圧力というその、まあ、みんながやってることに対して飲まれてしまうっていう傾向がありますので、あのそこに対して何か自分の中で不安定さを感じると、やっぱりその自分とちょっとでも同じ意見があったりとか、それがすごくこうなんでしょうね、多数派だったりとかすると、それが正しいんだって思い込もうとする。あの、まあ、何が間違ってる、何が合ってるってなかなかね、ちょっと今回のことに関しては難しいとは思うんですけれども、うん、やっぱり人間の不安とか恐怖心があの自分を自分ではなくしていってしまっているようなっていうところがありますのでね、うん、あのこれは人間の心理として正常なことではあるんですけれども、ただやはり度が過ぎてしまうと、それがやはり攻撃性を増してしまったりとか、うん、あの人を傷つけてしまったりとか、あのそういった事態にもね陥ってしまいますので、皆さんの中でやっぱり一度あのあなんかちょっといつもの自分と違うなとか、これ本当の自分なのかなって疑いを感じることがあったら、周囲の方うんぬんではなく、自分としてどうしたいっていうことをちょっと自問自答してほしいなっていうふうには感じます。なるほど。あのいくらこう自粛が解除になったとしても、今までみたいにバーッと遊びに行けるわけではないし、その辺の感覚をどう思って行動したらいいのかなっていうところがすごくみんな迷うと思うんですけど、そうですよね、ちょっと難しいですよね、うん、そうですよね、あのやっぱりね、さっきお話したみたいな正解がないっていうところと、あとね、とはいっても国がね自粛解除っていうふうになってるわけなので、あもう解除されたイコール、あもういいんだ、自由なことしていいんだ、今まで通り戻していいんだっていうふうに思っちゃったりとか、そうせざるを得ない方も多数いらっしゃると思うんですよ。で私のクライアント様とかでも、まあ、今あのそのセッションとかもねお休みされてる方がやっぱり多くて、はい、で6月からまたうちのオフィスの方もね再開はしますけれど、あのやっぱりあのじゃあ来ていいですよって言われても、本当行っていいのかなっていうふうに思っちゃうっていう方が あって先生といろいろ話をしたいけれども、例えば道中自分が大丈夫と思ってもコロナにね自分がもし移ってしまって、で先生がこのオフィスをずっと2ヶ月守ってきたところを自分がそこに入り込んで保健者としてね接してしまったらどうしようとか、そういう不安も伺ったりとか、やっぱりいきなり日常に戻っていいですよって言われたところですごく難しいっていうのも私は感じてるんですよね。ただとは言っても日常は回っているので、はい、やっぱりどうごちんとして折り合いをつけていくかっていうところでも、やっぱり自問自答をすることがすごく大事で、あの私がよくやっているのは、私がこれをやることによってあの自分にとって大切なものを守れるのか守れないのかっていうことを判断基準に動いてます。であの例えば私は会社も持ってますし、うちのスタッフもいますし、あの結婚はしないですけれども、あの、まあ、家族、あの親とか兄弟とかがいますし、あのそういう人たちに迷惑がかかるのかかからないのかとか、あとは、まあ、やっぱり自分自身が本当にそれやりたいのかやりたくないのかっていうところ、あのこれは進化とか真実の価値とか、あのっていうふうに私は言っているんですけれども、真実として本当に自分がやるべきことなのかなっていうのをちょっと考えてみると、一歩ずつやるべきことが見えてくるんじゃないのかなっていう気はします。やるべきこと、これが必要かどうかっていう
ことですかね。そう、必要かどうかっていうことですね。だから結構ね、皆さんもいろんなこうね、お休み中に削ぎ落とされていったものってあると思うんですよ。本当に大事だったなとか、いやこれはまあ一応大人としてね、致し方なくこれからもやらなきゃいけないなとか、とは言っても環境が環境なので、やるべきことができなくなっていったりとか、あとはなんかやっぱり付き合いとかにもね、行かなきゃいけないと思ったけれども物理的に無理になっていったりとか、そうするとまたやり方も変わっていくと思うので、そこにご自身の本当に大切なことをどう順応させていくかっていうことが、これから本当に必要となっていくと思いますので、今までってやっぱりね、その外向きの自分が多かったと思うんですよ。外からどう見られてるかとか、要はその他者評価的なところですよね。私たちの世界で他者評価依存というんですけれども、その依存心が悪いっていうわけではなく、人にどう見られてるかっていうことによって自分を保つ、自分をね、こう律して頑張るっていう気持ちになれるから、それは悪いことではないんだけど、最近のやっぱり世の中を見てるとそれが空回りしてしまって、その自分がないまま人の評価で自分を形作っている方たちが非常に多いかなっていうふうにも感じていて、でも多分きっとその方たちは昔からそうだったわけではないと思うんですよね。自分らしさだったりとか、自分にとって本当に楽しいことをやるとか、自分の本当生きがいだったりとか、そういったものがあったと思うんですけれども、どこかやっぱり世の中の外向きの顔っていうところに振り回されているところがあるので、やっぱり自分の内側にちょっと意識を向けてあげてほしいなっていう気がします。その外向きの顔というのはどうして生まれるんですか？人の目が気になるからですか？そう、人の目が気になるとか、あとやっぱり自分に根本的に自信がなかったりとか、自分の軸がなかったりすると、人にこう評価されることによって自分の自尊心を保つっていうことがあるんですね。だからこうあれですかね、その匿名性のある SNS とかだと、こう書き込んじゃったりとか、普段はそういうことを言う人じゃない人たちが書いたりとか、あとはまあわざと炎上させるようなことを書いたりとか、そういうことなんですかね。そうですね。だから炎上させたりとか、誹謗中傷、まあね、ちょっと最近その有名人の方だったりとかのことでいろいろね、揉めてはいますけれども、そのやっぱり炎上することによって、どこか自分が言ったことでこれだけ世の中を動かすことができた、それに同調してくれる人がたくさん増えることによってですかね。そうです。支配できた感覚になるんですよ。要は人間誰しもコントロール欲求って持ってますけれども、それを結構規模的にこう世界規模じゃないですけれども、そういうね、自分の言った一言でこれだけの人を動かすことができたっていう、一時的なその自分自身の自信の回復みたいなものになるんですよ。でもそれって一瞬のあれじゃないですか。世の中っていろんなことがあるけれども、それで何が動くかって、じゃあ例えば法が動いたとしても、決してその方たちが得するわけではなくって、自分たちが罰せられる立場になるかもしれないということ、その時恐怖心が生まれていって、その、ね、自分が発信したことを削除したりですとか、やっぱり言葉の責任っていうものをね、負わないっていうところがありますのでね。だからなんかそうではなくって、攻撃するなとか文句を言うなっていうことは言わないんですけれども、ちゃんと意味のあるディスカッションをしていくことによって、何かいいものが育まれていることに対する批判はいいと思うんですけど、ただ単の攻撃っていうのは、自分のことを結果的には痛めつけることになる。自分もやっぱり悲しい気持ちになるし、でそれで満たされないと、また次また次ってやって、どんどん自分をマイナス方に持っていくだけなので、だからそのあたりをね、やっぱりそのコロナのこともそうですけれども、世の中的に全体的に見つめ直す時が来たのかなっていうのは、ある意味このコロナをきっかけにね、なんかその違う世界が広がっていくのかなっていうことは見ていて感じます。そこをどうこう、なんでしょう、コントロールしていったらいいんですかね。そういうこう攻撃したくなってしまう気持ちとか、だからそういう時って本当感情に任せて、その多分瞬発的に出ちゃうんだと思うんですよ。で、それはいい時もあるけれども、やっぱり今言うべきだよね、今これ言わないとっていう時ってあると思うんですけれども、そうではなくって、何か瞬発的にネガティブなことを発しようとする時って、自分に対してもなんか嫌な気持ちになるんですよ。そりゃそうですよ ね、私も人間な
なので、うん、例えば普段どうってことないことでも同じこと言われてなんかイラッとくる時とかあったり、うん、でそういう時ってあれ私おかしいかもって自分を気づくことにしてるんですね、うん、そう言った人を責めるのではなくって、うん、あなんで私ここにムカついてるんだろう、うん、こんなことでイラッとしてるんだろうみたいな、うん、イラッとしてるんだろうっていうふうに考えると、うん、あの私たちの分野ってあの分析の仕方があって、うん、生物、心理、社会っていうふうに物事を見るんですよ、うん、生物っていうのは体、例えば体調が悪いとか、うん、女性だったら生理前だったとか、うんね、心理だったらもちろん心的なもので何かちょっとね深いな闇を実は抱えていたとか、うん、昨日何か嫌なことが起こったの実は解決してなかったとか、うん、で社会ってのはソーシャルですね、うん、その取り囲む環境というものになってくるんですけれども、うん、あのその言われたことに対してイラッときたのではなく前の日に上司に言われたことを引きずってたからイラッとしたとか、うん、そういう生物、体的なもの、心的なもの、自分を取り巻く環境っていうものを見つめた時にいちいちもしかしたらそのね世の中に出てることに対してムカつく必要もないかもしれないんです。自分の中で解決できるかもしれないんだけどその自分の中で自己分析ができてないからなんかムカつく、だから感情をバッと出してしまうっていうことがあるので、まあねいきなりこうあじゃあ生物、心理、社会で分析すればいいんだと思うと大変かもしれないんですけど、ちょっとこれイラつくなムカつくな一言言ってやろうかなっていうふうに思った時に決して心地よいとは思わないので、思われた方もその時にふっと立ち止まってなんで自分こう思ったのかなっていうふうに、それが本当に世の中的に絶対にありえないことだとしたら、いやこれは本当世間的におかしいだろうっていうふうに、ただやっぱり言い方っていうのがありますのでね、うん、そういったことを考えた中で発信していく、もしくはただ単に別にそのねムカついたことは大したことではないんだけど、うん、前の日にねちょっとなんかお腹が痛くって、うんうん、それでなんかその前の日思うように過ごせなかったことがなんか今日のストレスになってて、うんうん、それがイライラしてたんだっていう風につながるかもしれないので、うん、一旦皆さんねなんでこのイラは起こってるんだろう、なんでこう誹謗中傷しようとしたんだろうっていうことを、まあ、なかなか難しいんですけど、まあ、突発的に感情を出すことイコール誰も得をしていないっていうことでね、ちょっと見つめ直していただけるといいかなっていうふうには感じます。そうですね。でも怒りのエネルギーって人間の感情の中で一番あの力を使いますので、だから疲れるんですよね。だからそのエネルギーの発散どころをどこに向けるかっていうことをね考えてみると、皆さん本当に時間はね少ないですし、でこれからやっぱりこういうことがきっとねコロナみたいな騒動っていうのはこれから生きていく中で幾度となくあると思うんですよ。そうした時に自分が本当にどう幸せに生きたいのかなっていう方向に意識を向けた方が、あの私は得だと思うんですよね。そうですよね。本当そうですよね。ということで、はい、今週もあの小高先生とちょっと心理、はい、そうですね、ちょっとシビアな話、シビアな話にちょっと心理のね面について語りましたけど、はい、本当にやっぱり心があって自分があるので、やっぱり心穏やかにすることでストレスだったりとか、うんうんうん、まあある意味ねその心穏やかじゃないとやっぱり病気にもなりやすい、そうです、あの、ね、免疫力下がるので、そうですよね、そうです、ネガティブな感情を持つと、まあ、なるべく笑って楽しくなくてもとりあえず笑ってあとあのこれからね梅雨時に入るので、いわゆる5月病、6月病も、今年は5月病も何もなかったですけれども、この6月病っていうね、はい、梅雨時ならではの低気圧の影響でのね、うん、気持ちの落ち込みもありますので、もう晴れてる時はあのもちろんね3密だったりとかそのあたりね意識しながらですけれども、あの太陽の光を浴びるとか、そういうねこともちょっと意識しながらね、はい、あの生活していただきたいなと思います、はいはい、では今週も小高先生とお届けしました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。プレミアム B ライフ、はい、ということでマスター、はい、今週もお届けしましたが、はい、今週は皆さんもいろいろ解禁されちゃうからね、出かけたいっていうのはすごくあると思うんですけど、ちょっとずつちょっとずつね工夫しつつ、まあね、あの皆さん油断はねそうですね、禁物ですね、そうですね、そこだけ気をつけて、買って兜の尾を締めろっていうね、はい、ことわざもありますから、はい、そこは注意しながらやって、でも徐々にね、うんうんうん、注意しながら徐々にやっぱ生活を取り戻していくっていうのがいいんじゃないですか。そうですね、はい、私たちもそうしていきましょう、はい、はい、
ということで今週も金森理香とどうもマスターこと賛否両論笠原正弘でした。ありがとうございました。プレミアム B ライフ、この番組は釧路デキレイはリタライフの提供でお送りしました。水素風呂って知っていますか？水素風呂リタライフは操作も簡単、レンタルなのでご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで心も体もポッカポカ、釧路で綺麗はリタライフで検索。プレミアム B ライフの番組ホームページでは収録の様子やゲストのご紹介をしています。そして水素風呂リタライフ新商品リタエアの情報やキャンペーンのご案内もしています。ぜひご覧ください。